日本千葉県浦安市、東の東のは千葉県浦安市の地名。現行行政地名は、東の1丁目から東の3丁目。郵便番号は279-0042。第一機械面埋め立て事業によって作られた中町地区に位置する。主に住宅地として利用され、東端に国道357号、それに近接して、首都高速湾岸線が通る。 一丁目に浦安郵便局、二丁目に市営プール、三丁目に東海大学附属浦安高等学校、中等部がある。東は富岡、西は富士見、堀江、南は弁天、北は猫座根海楽と接している。住宅地の地下は2014年1月1日に公表された工事地下によれば、 東野3から7から23の地点で24万8000円、平方メートルとなっている。浜土亭の東南は昔は巣になっており、早や吉や野の追いすぎる原野であった。そのことより、東方にある原野の意味から、東野と名付けられた。東野新設寺住居表示施行時2017年10月31日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB、住民基本台帳人口。浦安市。2017年11月15日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月15日閲覧。国土交通省地下工事。 都道府県地下調査、浦安市立小中学校の通学区域、浦安市、2017年11月15日閲覧、ありがとうございます。